イサイウクチャンネルです。はい、ということで、今日はですね、明陽大学に来てます。今日は、もう本当高校生とか、大学生、一般社会人が多い中で我々、スターズ軍団なんとか自己記録を更新できるように頑張っていきたいなと思いますので、ぜひ今日はね、いろんな、アスリートが登場しますので、ぜひまた紹介しながら今日の一日を楽しんでいきたいなと思ってます。じゃあ今日の意気込みをお願いします。一言じゃあ、今日はですね、まあ初戦のつもりで自己タイムが出せるように貪欲に頑張りたいと思います。はい、はいはい、そして小原さん、はい、今日は久しぶりのレースなので、今持っている力を発揮したいと思います。お願いします。じゃあ、千原さんも。こんにちは、はい、私は40代の記録13秒1を目指して頑張ります。はい、じゃあ皆さん今日も頑張りましょう。はい、期待ください。今日行った、あ、僕、あ、僕ちゃん、僕ちゃんは僕ちゃん、本当何秒出るか分かんないですけど、日本記録が、ちなみに11秒33ということですので、速い選手の中にちょっと引っ張られて11秒33を出て、今日は日本新で終わりたいなと思ってます。期待ください。祝杯で、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 楽しみにしてます、はい、どうなるか分かりませんけど頑張ります。はい、今年はね、冬季トレーニングは、まあ、ふくらはぎの怪我だったり腰痛だったり、まあ、意外と結構怪我をしてまして、思ったように走り中心ではなくて、まあ、筋トレフィジカルを中心に逆に鍛えられてきたので、まあ、そういう部分で初戦なので、ね、どうなるか分かりませんけど、試していきたいなと思ってます。はい、調子だから本当分かんないんですよね。本当に正直言うと11秒、まあ、5か6かもしれないし、もしかしたら11秒1台2台かもしれないですけど、本当に、まともにしっかりと、まあ、3月はトレーニングできてきたので、うまく鍛えたフィジカルを、走りにつなげるようなことができるんであれば記録出るのかなと期待してます。なるほど、ね、自分自身に素晴らしいです。はい、まあ、50歳のおっさんが大学生一般社会人と走る姿を見て、まあ、50歳でも頑張ってるんだなということで、まあ、見ていただければと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、以上です。まあ、一応今回はもう記録会なので、まあ、記録狙っていって、まあ、前回ちょっと上から参考で記録にならなかったので、今回ちょっと公認になりそうな今日風なので、それで、まあ、自己ベスト狙っていきたいな感じです。シーズン始まってまだ2戦目ですけど、しっかり記録出して日本選手権にしっかり出場できるように、それに向けて今日は頑張ろうかなと思います。今回の名誉大記録会は社会人1年目として、また今シーズン初なので、自分の走りをしてベストとか出たらいいなって思ってます。応援してください。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。日本選手権とか出てるとき、本当に1時間半とか2時間近くやってたんですけど、最近は省エネで、その日の体調に合わせてじわりじわりこのアイドリングしていく感じで、本番 100m 走るときにいかに気持ちよく挑めるかっていう、あんまりやりすぎずっていう感じで考えています。
私は基本1時間半はかけてます。30分はストレッチしたり補強したりして、で30分45分動き作りして、スパイクはまあ15分20分ぐらいで1時間半やってます。でそこから着替えとかやったりするので2時間半結構取ってます。なるほど、念入りに。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。すいません。シーズン初戦のまず最初のレースは結構不安が大きいんですけど、どうなるんでしょうか。わかんないです。楽しみにしてます。楽しみに、はい、頑張ります。お願いします。リョウキ選手はアップ終わりました。あとスタート1回やって終わりだから今のところどんな感じですか、コンディション的には。あ、まあ、例えば今日収まってるんで、なんかこれ以上吹かないでもなって広くねって感じ。歩きながらでよろしいのか。一般高校男子 100m 2組目競技開始です。中盤ですけど選手の紹介を行います。1レーン菅野明弘さん、沖縄立教。2レーン芦塚隼人さん、明桜大学。3レーン島袋孝之。お疲れ様です。初戦一発目ということだったんですけど、まあ、あまり自分の走りはできなかったかなと思います。でもタイムも全然良くないかなと思うんですけど、2本目あるので切り替えて走っていきたいと思います。ウゾプさん的に仕上がりはどうですか。まあ、レースを控えてもう分かんないですね、直前ですけど、とりあえずやるしかないって感じですね、はい、やるしかないですね。頑張ってください。はいです。福チャンネル。
3レーン同着で4号です。惜しい。まあでも初戦の割にはなんとか11秒4だなんでよかったな。次はちょっと修正かけて3台いきます。50歳県記録。あ、そうですね。ということで11秒45ということで、まあ50歳成り立てホヤホヤなんですけど沖縄県記録を作ることができたので、素晴らしい。ちょっとだけ嬉しいかな。日本記録にはまだちょっと届かなかったけ ど、とりあえず沖縄県記録を出したということで。いや、素晴らしいです。お疲れ様です、まあ、本当に少し一安心で、まあ、次は考えすぎたところもあるんで次は無視になって、はい、なるほど、3-3を超えるように頑張ります。素晴らしいです。気合入れます。お願いします。言われるけど、ちょっとね、早いでしょ。よっしゃ、沖縄県記録です。おお、よく行った。師匠のペースで。